ドライバーでもアプローチできんだね。できますよ。平井博明のワンラップゴルフ。できんだ。あの普通のドライバーショットは250ヤードのアプローチをしてる、ドライバーで。ああ。そう。で今は50ヤードのアプローチをドライバーでしてる。あ、そういうこと？そう。これ距離感につながる動画にそのまましていい？していいんだけど、あれでしょ？あのもう怠けが過ぎて、ドライバーとなんかよくわかんないアイアンしか持ってきてないから、練習用の7番アイアンとドライバー1本しかないです。持ってきてないでしょ、はい、なんでもう手抜きで持ってきてないからアプローチが、アプローチが打てないから仕方なくドライバーでアプローチしてたんだ、うん、俺にまで来るようになったね、トム君。チクチクだってドライバーであそこ打ってんだもん。何やってんだろうと思って。いやいや、距離感よ、距離感。距離感合うかなと思って。ああそうそうそう、ウェッジ持ってきてないから。そうだよそうだよ、そうそうそうなの。ドライバーしかないんでドライバーでアプローチしてました。あ、ってことはドライバーで、あのその50ヤードのグリーンから250ヤードまでどこでも打てんだ、うん、打てる。越えなきゃいけない障害物がなければ。あ、そっかそっかそっか、打てる。あのバンカー越えとかはさすがにね、あ、そうか、わざと天ぷら打つのは怖いから。あそれじゃなければ全然いける。あ、そっか、転がさないといけなくなっちゃうからね、ちょっとね、うん、なるほどね。でもそれができるんだったら、あ、でも、うん、あ、でも1打目しかティーアップできない。そうだね。あ、できない、できませんでした。あ、でも調整はできるよってことね、距離とね。できる。でこれよくね、レッスンでアプローチパターンをやるときに、はいはい、何かお悩みありますかっていうと、距離感っていう人がいる、うんうん、でもね、距離感が不安を抱えてる人とか距離感が合わないっていう人って、うん、距離感に悩んでないんだよね。意外と当たるか当たんないかを悩んでる。あら、例えばさ、ボールを、うん、ボールをこうやって投げてさ、投げられるでしょ、うん、投げられたら投げる心配しないじゃない。しないしないしない。あとはさ、要はキャッチボールってさ、投げ方よりもさ、その人に向かって投げること、要はその相手の距離に対して投げてるだけじゃない、うんうん、でもゴルフってさ、まず当たるか当たんないかが先に来る人がいるじゃない。あ、だから距離感はもうそれがあった時点でもう距離感は出せない、うん、そうか、 100% 出せない。当たるか当たんないかの世界だから。当たるか当たんないかがゼロ、 無になった時に初めて次に距離感だから。だからドライバーこんだけティーアップして50ヤードっつったら絶対当たるでしょ、うん、絶対当てられるんだ俺は。だから距離感につなげられる。あー、なるほどね。だけどこれもこうってなっちゃう人だったら距離感は無理じゃない、うん、そうだね、当たんないんだから。まず当てなきゃいけないから。そう、当たった球の距離感を求めてるわけだよね、みんな。そう、だから当たるって前提じゃない。そうだね。だから当たんないと無理。はあ。だからコースで例えばライが悪いとか、うん、ね、状況が、ね、うん、良くないとか、うんうん、そういう時ってさ、うん、当たるか当たらないか不安になるから、うん、距離感は結構バラバラになっちゃう、はいはいはい、合わなくなっちゃう。自信満々に打てるようなライだったら、うん、距離感に集中できるわけよ。そういうのが距離感につながるんだよね。だから距離感がつかめてない人って打ててないですよっていう知らせが来てる、まだ。あ、はいはいはい、うん、距離感がなんとなくつかめる人ってアプローチパターが打ててきてますよっていう途中の知らせが来てる、うん、もうすぐでゴールですよ、うんうんうん、そういう段階なの。これはもうはっきりしてるんです。うーん、だから練習でもコースでも一緒、距離感がつかめない人は ちゃんと打ててない、まだ、うん、そういう判断なんで。段階としてはじゃあ、まあ、まず当たるように練習しないといけないの、うん、練習しなきゃいけない。これ球数、当たるかどうかは、当たるかどうかは。フルスイングの一発仕留めるのとアプローチの一発仕留めるのって時間が、アプローチの方が3倍かかるからね。そうなの？中途半端だから、フルスイングじゃないから。フルスイングの方が簡単だから。だからアプローチパターってもう練習のしすぎがないのね、一切。へえ。それぐらいやりまくっていい。だずっとやってていいの、アプローチパターって。でもやっぱり前も、あの、なんだろう、10ヤードにお金払うか250ヤードのお金払うかの話したじゃない。そうやっぱりね、うん、あの都内の練習場だと打ち放題がなくて、うん、1球2、30円とかするじゃない、うん、そうなってくるとさ、うん、アプローチやってらんないってなるじゃない、うんうん、長いの打った方がいい、うんうん、
そういうこと。そうなんだ。まあ練習環境にもよるよね。やっぱり茨城やっぱありますよ、いっぱい練習環境が。そうだね。ああ、そうだからわざわざ土日なんか橋越えてくる方多いけどね。あ、そうなの。うん、都内から。それでもあれじゃん、母ちゃんにそんなアプローチばっかやってんなって怒られる子供、うん、だからうちの母ちゃんの前ではやんない方がいいですよ本当に。そんなちょこちょこやってって言われるから、アプローチばっかりやってもっと大きれいなさいよって言われるから。プロゴルファーの母ちゃん。そうね、うちの母ちゃんね、プロゴルファーにしてくれた母ちゃん、でもアプローチ怒るから。もったいないから。そう、もったいないから。何回何発打ってんのその看板にって言われるから。30ってところっつって。今はなき稲ゴルフ。そうそう、未来平駅だったとこね。ああ、あの辺かな。あの辺、あの辺かな、うん、アプローチがうまく打ててきて、うん、次に距離感がつかめてくるんです、勝手に。あ、勝手になの。そう、何かをつかもうとしてやるわけじゃないんだよね。うん、勝手に距離感に結びついてたっていう方がみんなだからね。あ、パターもそう。パターは誰でも打てんじゃんフェースでっていうけど、うんうん、結局パターの打てる打てないって狙ったところに打ててるかどうかだから、うんうん、パターの距離感つかめない人って狙ったところに全部打ててないよね。あ、まずはね、まずはその方向がね。そう、だからパターなんかはもう絶対が 多すぎるのね。だから1メーター先、2メーター先、3メーター先のペットボトルにまっすぐのラインだったら絶対当てられなかったら距離感には絶対つかめないから。あ、そういうことか。そう、もうだってそれでフックスライスしちゃったらもう無理だから。そうだね、まっすぐ打てないんだから、うん、だからパターマットってまっすぐが多いんだよね。まっすぐでいいんだ。まっすぐでいいの。まっすぐでいい。そこが打てなかったら始まらないから。で、距離感にいけない。あ、そっか、曲げてないもんね。そういえばパターって自分で。そうでしょ、傾斜が曲げてるだけで自分はまっすぐしか打ってないんだ。そう、あ、だからまっすぐだけでいいんだ。まっすぐだけでいいの。自分が曲げないから、空中戦じゃないから。で、あの打ちたい方向にこうなんつーの、うん、向けばいいだけだもんね。そうそうそう、あと強さだけだから。で、その強さっていうのは、そこにまっすぐ全部打てなかったらそもそも距離感がないから。そうか、本当だね。あ、だからアプローチパターの距離感って、うん、まずはっていうところが相当でかい。そうなんだ。ただあのそのアプローチで言えば、うん、当たんないからじゃあ練習いっぱいして、うん、当たるようになりましょうってやって、うん、当たるようになってきたら、うん、割ともう距離感もつかめてきてるってことなんだね、うん、そう。これサロンにしたいぐらいのこと言っていい？練習方法。あら、珍しい。そんな有意義な有意義なこと言っていい？珍しい？本当に？まあまあ言ってるよ。でも言います。うん、アップロウエッジね。うん、7番がね。そう、ウエッジでアプローチやるじゃない。うん、50ヤード30ヤードとか、うん、ヤーデージ決めて打ってたら、うん、一生距離感つかめないんだから。へー、なんでその距離に打ちたいのに。すっごいいい質問、ワンナップ的な質問。うん、打てる距離で練習をしなさいってことだ。自分の当たる好きな距離を練習して、うん、自分のじゃあ イメージね、うん、20ヤード、うん、40ヤード、うん、60ヤードをサンドウェッジで打ったとします、うん、そしたら、あ、俺アプローチって言ってるけど60ヤードがなんかうまく打てるし得意だし好きだ、うん、って言ったら60ヤードずっと打ってて。あ、そういうこと。そうで、60ヤードのそこからプラマイをしてくださいってことなの。それを自分の基準にすればいいんだ。そう、まず打てなかったら距離感につながらないって言ったじゃない、うん、だから60ヤードが打ててきて初めてアプローチの感覚が得てくるわけよ、うんうんうん、だから60ヤードだったら俺打てるよって言ったら60ヤードがアプローチの基本の動きになってこうやって、うん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 、それ完璧に打てたらそっからプラマイをして距離感っていうものにつなげていく。あ、そう、だからアプローチでヤーデージを練習するんじゃなくて、うん、アプローチって打てる距離を練習する。あ、自分が一番うまく打てる、そう、その物差しを一個作るのね。そうなの、そこからだから。あらら、これは俺多分宇宙一だと思う。初めてだと思うよ。そうだね、うん、これだからアプローチって距離感って後々距離感につながる動画これ。
そうだね、打てる距離がないのに距離感なんてつかめないんだから、まずは完成させられる距離を見つけてってこと。そっから始まるアプローチって。パターもそう、まっすぐ打てる距離はどれぐらいなのって。要は思いっきりバチンバチンってパター打った方が気持ちよくまっすぐ打てる距離がある人もいるのね、うん、でもやっぱり短い方がまっすぐ打てるよっていう人ももちろんいるの、うん、でも長いのが得意な人って短いパターってこうやってブレちゃう、そうだ、得意不得意があるの、はいはい、そうだから今トール君が言ったように自分の基準となる物差しは何ヤードなのかっていうのを見つけてから、うんうん、プラスマイナスをしていく距離の、それで1ヤードまで下げました、うん、その番手の、うん、ロフトの一番最大の距離まで伸ばしましたっていう風に完成させていくの、それが大事。それアプローチパターはそうだけど、うん、アイアンとかだと初めは100だけでいいの、とりあえずは。なんか調整が難しそうじゃん、余計。アプローチは分かるけど、うん、アプローチはそう、確かにそうなんだけど、アイアンのフルショット、うん、アイアンのフルショットも全く一緒なの、うん、俺7番で、うん、いろいろやってきた人生の結果160ヤードがマックス、うん、常識の範囲内に、うん、でも一番当たるヤーデージいくつっつったら俺多分145から150だね、うん、なんだそれ。全然当たんない。もう一球だけチャンスくれる？まずあの当たんないと距離感じゃないから。わかりました。そうなんですか。そう。あ、そうだよ。まず当たってから、当たってからだから話は。当たる距離を見つけなきゃいけない。そう、見つけて。わかりました。はい。当たる距離はだいたい。トール先生、はい、あれくらいですね。そう、私今それを基準にして。わかりました、うん、あそこから距離感が生まれてくるんですね。そう、わかりました。すっごい勉強になります。こういうことですよ、こういうこと。だから今の距離感っていうのが多分150から155ぐらい、うんうん、意外と自分のイメージよりも振ってましたね。でそれぐらいの距離感で打たないと当たってこない。でそれが自分の基準となるスピードと力感と、まあ、その番手の距離になるんで、それをまず把握しなきゃいけないんですよ。そっからもうちょっと振るなり抑えるなりっていうのを決めて、要は8番アイアンと6番アイアンの番手感とこう調整をするっていう感じなんですよね。間を埋めていくっていう、今これ7番なんで、そういう練習をアイアンでは見つけてあげる。え、大変だね。じゃあ1個ずつやんなきゃいけないんだ。そう、でも1から8見てる人は、うんうん、もう多分そろそろそういうのが出来上がってくる。あ、そうか。そう、見つけてるはずだもん、1から8あれば。そっか、1から8の段階の調整ができるようになってるってことか。え、5なの6なの調子いいのはってなってくるから。え、すごいじゃん。それもつながっちゃうの。つながる、全然つながる、全然つながる、全然距離感につながるから、全然やばいね、うん、そっか、1の練習した時はこんぐらいの距離だってなるんだ。やば。そうっすよ、そっから始まりますから、ね、また繋がっちゃうじゃん。繋がりますよ、わかんないけどね。何がわかんないんだ。何がわかんないんだよ。繋がるんですよ、繋がるんですよ、本当に。本当だね、うん、ふざけてるように聞こえますけど、本当に繋がる。本当にふざけてはいるけどね、はい、うん、繋がるんだね。そう、だから、アプローチと、まあ、パターっていうのはフルスイングしない回数が多いじゃない、うん、まあ、ウェッジって、うん、だからそのすごくその振り幅だったりそのスピード感だったり力感ってすごく重要になってきて、でそれに距離感が、ね、加わってくるじゃない。でそれは本当に変な話、綺麗事抜きにして、うん、10球って9球以上10球ナイスショット出なかったら距離感なんてつかめないからね。プロですら距離感難しいって言われてんだから。ああ、そうかそうかそうか。プロなんてアプローチなんて10球って10球ナイス出るわね。そうだね、うん、それでも難しいんだから。だからそれぐらいのこと、うん、だから焦らずやりましょう。本当にナイス出てから始まりますよ、距離感は。なんで距離感がつかめてきましたって言ったら、じゃあそういうお声が多くなったら、じゃあ今度実際の距離感の動画を撮っていきます。それまで寝ます。
距離感の動画撮ってきました。これ撮りたかったんですよ本当に、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。